ございました。昨日よりちょっと悪かったですね。そうですね、今晩一部、はい、さて続きましてソビエトのガリーナ・ドログダゾーワの選手の演技でございます。まあ、2年ぶりの来日でしたね今年はね、はい、ブルガリアのイグナトとの対決が非常に興味を持たれましたが、昨日の個人総合ではリディア・イグナトバが3度目のブラザーカップ優勝を飾っています。この辺りはなかなか素晴らしい入り。前転キャッチです。回転開脚ジャンプを入れておりますね。持ち点は 9.80。 この演技によっては優勝もありえます。今年はまた一段と女性らしさが増してまいりました。ソビエトのガリーナ・ベログダゾーワ選手の演技でした。いかがでしたか。そうですね、2年前から比べますと非常に一回り大きくなりましたけども、はい、演技自体は非常にあの流れのある、また見ていて盛り上がりも十分に、演技としては出ておりましたね。素晴らしいでしたよ。5歳の時から始めてもう12年間この新体操をやっています。ソビエトのガリーナ・ベログダゾーワ選手の演技をご覧いただきました。さあ続いて東ドイツの